どうも、はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はこれです。肉じゃがです。で、こちらの買ってきた漬物を置きました。漬物添えました。いただきます。美味しいね。よくできてますよ。ああ、みんじるも美味しい。たまにはね、ちっちゃくしてみようかなと思って、この野菜もちっちゃく切ってみようかなと思って。それと早いでしょ。火が通るのか、ちっちゃくした方が。これ肉じゃがは初めてじゃないですか、動画ね。買ってきたのはあるか、買ってきたのはありますかね。またこのインゲンがね、彩りもだけど、あら、ごめん、彩りもだけど美味しいな、インゲンが。前も話したかもしれないですけど、僕のふるさとの与論島、与論島はインゲンの栽培も結構もう盛んなんです。インゲンはだからよくね、子供の頃からインゲンに触れるというか、こう食す機会はね、多かった。この漬物も美味しい。漬物って言うのかな。こうやってうまい、じゃがいも芋を食べながら、また別の芋のことを考えてしまった僕はいけない子でしょうか。よく話するじゃないですか、タロイモとかさ、そういうのも好きなんですよ。まあ、ホクホクして美味しいなと思った瞬間、そのタロイモのことを思い出しちゃいました。食べたいなと思って、ああ美味しいね。今こうゆっくり通ってるのを待ってるところでした。このね、煮物を僕は結構作るんですよ。結構ね。で、2日とかさ、3日ぐらい食べたいなと思って。ちょっと多めに作るんですけど、大概ね、1日っていうのは3日食べようと思ったら2日でなくなるね。2日分かなと思ったら1日でなくなる。大体そうなんです。まあ我慢できないんだよね。
今日なんかは2日です、2日。これで1日でしょ。で、もう1日分って思うんだけど、今日は絶対我慢します。あ、ごめんなさい。この後にしばらくこういろいろやって、そしたらあーなんかちょっとお腹減っちゃったなーって思うと食べちゃうの。うん、そういうことばっかりなんですよ。今日は決してそういうことのないようにと思っています。うん、はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。